We are Science Taiwan Zu です。今日皆さんに報告があります。動画のタイトルある通り、うちの副社長じゅんちゃんが新型コロナウイルスに感染した疑いがあって、昨日 PCR 検査受けに行ったんですけど、今朝その検査の結果が来ました。陽性です。私はその検査の前の日、じゅんちゃんと一緒に撮影してて、さらにご飯を食べたので、私は濃厚接触者となってしまいました。なので私も今日から隔離始めます。じゅんちゃんの方にも少し現在の状況と経緯を少し話したので、先にじゅんちゃんが撮った動画をご覧ください。どうぞ。どうも、じゅんちゃんです。というわけでですね、今までの流れを簡単に説明させていただきますと、一回その身内でコロナ感染疑いのある方が出まして、一応その僕が濃厚接触者の疑いがあるということ でまずキットの方で検査しましたと。でその検査の結果が陽性ということで、実際に PCR 検査を受ける必要が出てきました。実際その簡易検査キットで陽性が出たから即陽性という風にならないということもございまして、人によってはその簡易検査キットでは陽性だったんですけど、実際その PCR 検査を受けたら陰性っていうようなケースもあったりして、その場合はちょっと対応が変わってくるっていうことがあったので、実際に僕も PCR 検査を受けに行きました。でそれが昨日なんですけれども、で昨日のね様子はこんな感じになっております。はい、というわけで僕とシャオナイがファイサイで陽性が出たので一回ここに来てるっていう感じです。ちょっとシャオナイ苦しそうだね。僕今何もなくて、うん、大丈夫大丈夫で、今こちら病院の前にテントが張ってあって、ここでPCR のファイサイの陽性のを出して、その中で正式な PCR 検査を受けるという感じになってみたいなので、ちょっと中に入っていきましょうか。请问你需要看诊拿药吗？听得懂中文吗？大概。对。啊、现在没有不舒服。好，那我们这边就是裁剪做 PCR 哈。不动哦，有点不舒服哦。辛苦了，那这样可以离开了，做完了。という感じで、病院の方に行きまして、PCR 検査を受けると。その結果が、受けたのが昨日のだいたい昼ぐらいだったんですけども、翌日の深夜に、ショートメッセージの方で連絡が来ました。検査の結果、陽性ですという連絡を受けましたので、今日から7日間ですね、隔離をまたするという形になっております。7日の隔離プラス7日間の自主健康管理期間っていうのがね、前回の台湾に戻ってきた時と同じように発生するという感じです。一応この7日間の自主健康管理期間に関しては、まあ外に出たりはできるんですけども、人混みとかを避けて生活しましょうねといったようなルールになってます。この7日間の隔離に関しては、サイエンジャパンでも隔離中のご飯みたいな動画撮ったんですけども、基本的にはまあ生活はその時とあまり変わらないので、今回細かく撮ったりはしないんですけれども、何かその自分の体に変化とか何か特別なことが起きたら、ちょっと皆様にも共有したいなというふうに思っております。現状僕に関しては発熱とかも特になくってですね、咳、鼻水とかもほぼほぼなくって、若干喉に違和感みたいなものはあったりするんですけども、ちょっとこう痰が絡むようなねこととかはあるんですが、今のところそれ以外の症状っていうのは見られない状態になってます。ただ急にね無症状の人が咳とか発熱とかするパターンっていうのとかもかなりあるようなので、その辺は気をつけながら生活したいなというふうに思ってます。その他で言いますと、台湾での今の感染者数ですね、だいたい日に6万超という形になってます。僕の周りでもかなり多くの方が発症してまして、まあ、特に台湾で言いますと台北っていうのはかなり人口が密集してるっていうこともありまして、かなりの比率の方が、まあ、かかられたりしてるっていうような状況になっているなという印象ですね。昨日のその検査とか受けてても思うのは、多少ないともやっぱ中国語ができないと体調崩した時とか、こういうコロナ禍での生活って結構大変そうだなっていうような印象を受けました。実際今回シャオナイも陽性が出たということで一緒に行ったんですけど、 PCR 検査の方にね、やっぱりちょっと用語的に難しくて僕もわからない部分もありますし、その
その辺は結構大変そうだなっていうような印象を受けました。だからその辺は本当にみんなのサポートがあってよかったなというふうに思ってます。というわけでここからまた1週間健康に気をつけながら生活をしたいなというふうに思っております。私たち前動画で説明したけど、濃厚接触者の対策は3プラス4ですね。でも最近台湾の新規感染者本当にどんどん増えて多すぎて、毎日の対策はちょっと違います。5月17日から濃厚接触者の対策は3プラス4から0プラス7になりました。でも条件があります。必ず3回目のワクチン接種済み型ですね。なので私もワクチン3回目接種したから0プラス7選べますけど、でもやっぱりちょっとリスクが高くないですか。コロナでさ結構その潜伏時間が長いので、その0プラス7ですね、隔離0プラス1週間の自主防疫ですね。自主防疫は外に出れますけど、でも出る前に必ず簡易検査キットをして、もし陰性だったら出れます。でもやっぱりちょっと危険だと思いますので3プラス4を選びました。もちろん自分のためにだけじゃなくて家族のためにも他の人のためにも隔離する方がいいと思います。私はその接触した後簡易検査キットをしましたけど、結果は陰性でした。こういう感じです。潜伏時間があるので、今からその第2回の検査キットをやりたいと思います。今のところの状況ですね、私は全くその症状はありませんので、多分大丈夫だと思いますけど、もしかしたらね、私もなんかワクチン接種した時は何もなかったですね。熱もなかったし、もしかしたら私そういう無症状の人かもしれないね。どうか陽性じゃありませんように。じゃあ今からやります。3滴3、これめっちゃ緊張する。15分待ちですね。じゃあちょっとその結果待ちましょう。15分経ちました。じゃーん、陰性です。これは3日前の、これは今日の、どっちも陰性です。でもやっぱり今はまだ油断できないですね。コロナの潜伏期間本当に長いから1週間の可能性もありますね。なので私多分また味覚をもう一度検査します。どうか陽性じゃありませんように。皆さんは引き続き体に気をつけてくださいね。じゃあまた何が状況それとも症状があったら報告します。じゃあバイバイ。はい、じゅんちゃん。あ、どうもです。大丈夫ですか今の体調は。逆にちょっと困ってるぐらいなんですけど。困ってる？全く症状がなくてですね。あ、そうなんだ。動画撮っててもみんなに全く伝わらないだろう。ちょっとそのなんかこう、痰が絡むような、そういうのあったんですけど、その世間で言われるようなコロナの症状でしょうか。この場合はあんまりなくなった。最後の動画でたくさん動画を撮ってもらって、大変ではあったみたいなので、そちらの方も見てください。でも心配だったんだけど、実は大丈夫でした。全然大丈夫です。陰性ですね。でもびっくりしたのは、私の周りの友達ですね、本当にただ感染者と一緒にトークだけで感染したの。でも私と純ちゃんの距離はこんな近いなのに全然大丈夫です。私選ばれた人かな。やっぱりかかりやすさとか性質も違ったりする。でもよかったね、私陰性です。そう、実はとかあとマディさんとか近い距離で仕事するとか、その辺が一番心配だった。なんか今の台湾はどこで感染するのか分からない。で、純ちゃんも気をつけてくださいね。もしかしたらね、なんか2回目も、そう、2回目の2回目の可能性もありますよね。だから1回かかっても油断しないでください。分かりました。でもよかったね、今回は無症状。3回ワクチン打ったりしたのが良かったのかも。ちょっと濃厚接触者になってたんですけど、この間ちょっとどういう生活してたのか気になるんですけど。あ、なるほど。私の隔離と純ちゃんの隔離ちょっと違いますね。次の動画は私の1日隔離生活だから、はい、ぜひ皆さん見てくださいね。じゃあというわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きなら感謝だらして
グッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもフォローしてお願いします。下リンクがあります。それじゃあバイバーイ。